詳しいご案内につきましては、天竜高速バス3での発車後ご案内いたします。もうしばらくお待ちください。また進行中やむを得ず急ブレーキ使用することがございます。お足元お手前にまた網棚に置かれております。お荷物はゴムバンドの内側まで入れていただきますようお願いいたします。お客様のご安全のため座席シートベルトの着用をお願いいたします。早速ではございますが、到着時刻ご案内させていただきます。バスタ新宿には明日の朝9時25分の到着予定となっております。ただいまのところ高速道路全線順調には流れておりますが、この先道路状況気象状況などによりましては、到着が遅れる場合ございますのであらかじめご了承お願いいたします。お客様にお願いとご案内を申し上げます。進行中やむを得ず急ブレーキ使用することがございます。足元お手回りには十分ご注意をお願いいたします。お客様のご安全のため座席シートベルトの着用をお願いいたします。車内はトイレを含めまして全席禁煙となっております。おタバコはご遠慮願います。携帯電話はマナーモードに設定の上通話はご遠慮いただきますようご協力お願いいたします。
貴重品に類するものに関しましては、お客様はご自身での管理をお願いいたします。車内設備についてご案内いたします。お客様のお座りの座席、リクライニングシートとなっております。プレミアムシートに、お座りのお客様、壁側のところボタン方式によりますリクライニング装置ついております。ご確認お願いいたします。このバス、トイレは、進行方向を向かいまして右側中央階段を降りていただいた正面のところにございます。トラブル防止のため必ず内側から鍵をかけてご使用されますようお願いいたします。衛生上便座シートをご用意いたしております。ご使用後の便座シートはそのままトイレに流されますとトイレの配管が詰まり故障の原因となります。ご面倒ではございますが備え付けのくず囲い入れまで入れていただきますようお願いいたします。トイレご使用後は黄色いボタンを押していただきますと自動洗浄するようになっております。車内温度は25度から6度を保つようにこちらの方で調整をしておりますが、暑かったり寒かったりする場合は無理ではなくお申しください。もうお話いたしますと朝の全館休憩地静岡サービスエリアの方到着となります。このバス次の発車7時10分に発車したいと思いますので、それまでにバスの方までにお戻りいただきますようご協力お願いいたします。
実は西鉄の夜行高速バス博多号をご利用いただきましてありがとうございました。はい、もう間もなく到着でございます。もう少々お待ちください。